ヤホーこんにちは、サイコです。東京でボーカルコーチやっております。レッスンの申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日はヨジアイドルでございます、スーパーレイディーという楽曲上がっておりましたので、早速皆さんと一緒に見ていきたいと思います。はい、でスタートですね。通しで聞いていくのでイヤホンさせていただくのと、映像少し見にくいと思うんですけど、よかったら皆さん別の機会用意していただいて、同時に再生ボタンを押してもらえると一緒に見ている感じになると思いますので、そんな感じでよろしくお願いします。はい、ではカウントを入れていきたいと思います。3、2、1。やばいねやばいね、うわー、そういう感じね。サソリやば、うわ、雲じゃ、雲、101匹ワンちゃん？こちらはアリスかな？なんかそういう感じのコンセプト？ヘビ？ヘビ？メデューサ的な？やば？ミオン姉さん。やばいね。うわ、うぅぅ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 、ちょっとちょっとやばいね、ラップやばすぎ、うわ、やば、うふう、激強、うふう、すごい、ボンボボンボボンボボボボボン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 、すごいね、すごいよ、エビバディセイ、もうやりたい放題だ、うん、やばっマジで、やばっ、は、ちょっと待ってって、よ、いや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 、ちょっと待って、やばすぎんか、あ、ほんとこういう感じ、うん、まあまあまあ、わかりますよ。なんかすごいな、なんかこの曲ってさ、アルバムのタイトル曲ってことでいいんだよね。うわ、なんか多分、どうなの、繰り返しめっちゃ聴くみたいな感じの曲なのかな、この曲って。最初のこの開幕、うん、試合の開幕のさ、インパクトみたいな曲だよね。なんか繰り返し聴きたいみたいな曲っていうよりも、まあ、まあ、それかちょっと出勤の時に、ちょっと勇気出したい時みたいな、うん、はい、なんか強気で行きたい、あの朝とかっていう感じの曲ですよね。なんかあんまりこうさ、なんだろう、バンバン繰り返して聴くみたいな曲じゃないから、すごい、なんていうの、この開幕感っていうかこの一発、まず一回みんなのさ、瞳孔開くみたいな、うん、なんかそういう曲ですよね。うわ、やばいね、面白いわ。これ歌詞がね、ないんだよね。ちょっとネットとかで載ってればそれを見ながらちょっとやりたいんですけど、なんか結構アニメのキャラクターみたいなので、コンセプトみたいなの立ってます、これ。ってさ、これがさ、曲の始まりだと思わんかった。うん、曲の終わりになんかそれをさ、吐き捨てるように言うみたいなぐらいのテンション感だと思ったら、これ入りだったんだねっていう衝撃。ねえ、ちょっと待ってよ、ごめん、もう歌声っていうか、もうごめんね、映像がさ、見て、いやー、なんてこって、
なんてこって、ねえ、ビヨンセもびっくり、ねえ、なんてこって、ちょっとどうします？これサムネ？もうサムネにしたいシーンがいっぱいありすぎてマジおかしくなりそう。本当にやば、10秒やば。これサソリですよね。ソヨ姉さんサソリっぽいもんな、なんか、うん、なんか毒気といい、このシャープさ、鋭さといい、サソリ似合うよね。うん、いいね。ここら辺のこの間に入っている方たちの洋楽感で、この感じな、この感じ21にはなかったよ。うん。Cause got a super power。 うん、スーパーパワーがあるからっつって、すごいですね。うん、この洋楽感な。違うね、やっぱね。うん、いや、21感じるよ。このバイクじゃなくてサソリに乗ってるそういうお姉さんとか、なんかテイスト感あるよね。そこら辺どうなの、どれぐらいさ、まあ、イメージされたのか、もしくはそういうのを見てやっぱ育ったから、なんかこう自然と出てきたニュアンスなのかどうなのかわかんないんだけど、ちょっと感じずにはいられないですよね、私たちはね。いや、マジどう考えても声最高なんですよね。ソヨン姉さん歌も歌えちゃうんでね、マジで。レイレーみたいな、このわかる？後ろのかすれのさ、激しさというか、いいよね、好き。結構いってますよ、結構いってる。みそうですね。その音言ってもうてる、やばすぎ。やばくない？何？ミンニちゃんはさ、これはでも雲役ですよね、きっと。サソリに雲に。いや、大丈夫かな？大丈夫そう？こういうの苦手な、虫系苦手な人いるんじゃない？蛇も出てくるよ、多分この後ねっていう。うん、結構、ちょっと足多い系とか、ちょっとうねうねしてる系とか、女子が苦手そうな、そういうのいっぱい出てきますけどね。バイバイ、これさ、ちょっと待って、なんて言ってるかわかんないんだよ。バイバイバイ、鍵ピケアッサーって言ってるらしいです。はい。めちゃくちゃ音が気持ちいい。今やってて、ちょっと唇が幸せって言ってた、今。うん。私の唇が今、幸せって、さっきこう幸せだった今のって言ってました。いやー、もう表情とか全部やばいよ。全部やばい。うん。全部やばいです。ラプサー。このテンション低めで暗めな感じとか、ミンニちゃんのいいとこいっぱいって感じよね。うわ、すごいね。ここの一瞬出てくるシュファちゃんもなかなかいかついですね。低いんだよね、音が。ミの音ですね、一番低くて。やばくない？で、やっぱりこのさ、ちょっと宴会みたいな、パーティーみたいなところのテーブルに乗っかってるとか、あとはこの周りのね、人たちのこのお衣装だったり、この床の感じとか、この感じを見てると、まあ、不思議の国のアリスですよね。っていうのね、この、面白いね、ここら辺の、なんか、世界観っていうところが、いろいろこう混ざったような。これは人に合わせてるのかな？どうなのかね。やばいから、マジ、この人。ねえ、ウギちゃん、この歌詞って言ってるところがあるんですよ。スタートの入りの語尾ですね。ガッシーこの顔もさ、もう呆れたような顔作ってやばいんですよね、もう本当に。サチー、もう治安悪い、治安悪いんすわ。母音とかもチーみたいな、こんな感じにしちゃってヤンキー風ですよね。いいですね、シュファちゃん。ちょっと今ね、歌のところが特徴的だったんですよね。うん、ここのトゥンノプシーって言ってるところかな。トゥンモプシー、うん、トゥンの音ですね。トゥン、トゥンっていう、こう上からね、落とすようなニュアンスが聞こえてきますね。この ready、 この ready の音が ready、 こういう風に音が動いてるのもすごい特徴的。まあ、めちゃくちゃ熱いわけですよ。違う、
まあ、ひっくり返しもすごいですけど、めちゃくちゃまず分厚いわけですね。これ相当、ソヨン姉さんから、ミヨン姉さんに当てて、まあ、分厚く、かっこよく、まあ、怒ってるような感じで歌ってくれと。まあ、そんな感じのオーダーが入ったのではないかと思われるぐらい、相当いかつい、分厚い声っていう感じですね。発音とかも結構いかつくて。はい、まずここまでにしようかな。このまずエプスリー、エッジボイスから入ります。ダーボンジャッジャー、こんな感じで、ダーボンジャッジャー、このジャッジャー、こういう感じですね。ちょっともう、いかつすぎてやばい。ミヨン姉さんからこんな発音が出てくるなんてって思うぐらい結構パワフルです。はい、ここに関して、まあ語尾のね、裏返しは皆さんももう分かると思います。音聞いただけで相当でかいので。で、ちょっとグでもしかしたらビブラートかかってるんじゃないかなっていうのと、なんぼだもっちみたいな感じで、だの音の後ろに M が入って、まあもに入っていくっていうのと、もっちげー、上から取ってますね。で、げー、こういう感じでひっくり返す。で、とんでもない方たちが出てくる。そういう流れでございます。こういう感じでひっくり返しもしてますね。はい、ここら辺ちょっとミヨン節みたいなのが出てきたんじゃないかな。ちょっとこう、お尻をキュッキュッと上に上げていくようなニュアンスですね。どっちげ？こういうニュアンスですね。はい、ちょっとミヨン節って感じかな。おー、どこ？ねえ、今、ビブラートしたの？びっくりしちゃった、今。はい、トカダヘのヘですね。ここで、ビブラート。バカいかつい。何これ？バカいかついんだが。ちょっとエグすぎるな、マジで。はい、ちょっとこの流れもう一回聞いていいですか？まずここで裏返しますね。My way! みたいな、こんな感じにしますね。うわー、いかついですね。これ、ミヨン姉さんの声をこんなにまた、こう、贅沢に聞けるのって最近あんまなかった気がするんで、それで言うと、相当いかついパート今回、まあ、気合入りまくってますよね。もう信じられないぐらいの気合を感じます、マジで。Call me super lady。 ここら辺の描写とかもさ、ちょっとさ、まあ、レトロっていうか、だいぶオブラートに包みましたけど、なんかさ、ちょっと一昔前の感じですよね。この感じ、なかなかなくない？こういう感じって、髪の毛がさ、ちょっとなんか昭和を感じるぐらいの、なんかこの感じ、なんか分かってもらえる人もいそうな気するんですけど、結構この見え方がね、なんか昭和のアイドル見てるみたいな、その映りというか。強いね。このちょっとやっぱ低めのソヨン姉さんもまたいかついですよね。で、これやばい、この衣装どういうこと？もうマジで普通にやばいから、マジで。うん、 Call me super lady、 やばやば。いや、もうなんかポスターでありそうですよね、この感じね。音がいっぱい、音がいっぱい聞こえてきますね。すごいですね。スーパーレディース、こういう感じでちょっとメロディーもついてたりするのかな。ね、やばすぎー。何これ、何が起こったの？何が起こった？目の色変わったよね。ちょっと待って、そういうことじゃん。で、待って、ヘビじゃん、ここにあるの。え、ヘビだったの？クモじゃなくて。ヘビだったのかな？目の色変わりますよ、皆さん。いいですか？いやー、ちょっと待って、目の色の変わり方がやばい。待って待って待って、ドアップドアップドアップ、普通に普通にドアップです。はい、普通にドアップにしていくよ。もうさ、爬虫類の目なんです。爬虫類の目、やばい。なんか膜が、なんか膜が出てくる。膜がやばいよ。膜が出てきた、やばー。で、目変わるって、やばすぎ、やばすぎるんですけど。え、ちなみに今回なんか11億ウォンとかかかってるらしいですよね。なんか知ってるお兄さんの
撮影でなんかそんなこと言ってたらしいんですけど、11億ウォン。ごめん、ちょっともう声に集中できんことが多すぎて、さすがに乱されてる私。ここの顔、うわー、もう最高。ウギちゃん最高ですね。コミチュレンヌンピッチョみたいな、このコメント歌詞全然違う、びっくりした今。自分でもちょっとびっくりしたんですけど、ここもさすごいんだよね、このキレ感が。マンマセイのオンジェンガセサングンマンチュアウェみたいな、こんな感じになってて、あの結構キレッキレなんですよね。もう引っ掛けて引っ掛けて歌っていくみたいな。持ってすにか、ここら辺もそうですね、もう全部そうなんですけど、基本的に結構キレッキレな、あのもう引っ掛けながら、あの歌っていくっていうニュアンスですね。めちゃくちゃ強い。でここの歌詞もすごいんだよね。結構ママが結構言うわけですよね。君はいつか世界を台無しにする悪だ。すごい。だから悪役の格好してんだっていうね、うん、このウギちゃんのね。やばい。やばすぎ。これもう一個聞きたかったな、これ。そよ姉さん、そよ姉さん、もう一個そよ姉さんのあったら、もうめっちゃ乗れたのにとか思っちゃった、ごめんなさい。あもうこれでも十分なんですけど、そう、もう一個聞きたかった、そよ姉さんのこの激ハヤラップみたいなやつ、うん、めっちゃかっこいいんだよね。アーグヌンピッチャ、このグヌンピッチャンって言ってるところ、あーグヌンペチャって言ってるとこめっちゃ甘いんだよね。だからその後辛いのよ、激辛なの。すごくね、1個目と3個目か、ここでひっくり返してるんですけど、そのスピードで歌えますみたいな。ダーダーダーの中でなーあーあーってやらないといけないんですけど、このスピードでさえ私今結構きついですね。これ多分ライブとかだったら真ん中を音源にして、1個目3個目を歌うとかっていう感じになるんじゃないかなと思うぐらい結構難しい、うん、難しいですね。クールベルンゲーアップカーデンドゥユーみたいな、こういう感じなんですよね。結構強めなんですよね。かっこいいし、この引っ掛け方ね、うん、すごい引っ掛けて歌うよっていうところと、あとやっぱウギちゃんの低さですよね、深さ、トーンの、もうやっぱトーンがもう天才。ここら辺のひっくり返し方、ここの深さ、結構ウギちゃん歌ちゃんと上手い方なんで、こっから結構上いきますよね。ここですよね、さっきみおん姉さんが歌ってたパートでいいのかな、ここ普通に歌うんですよね。のここの治安の悪さ最高。ちょっと待って、ウギちゃん天才。たまんねえ、たまんねえんだけどね。大丈夫そう、マジで本当やばい、マジでウギちゃんこの裏返す瞬間も最高に気持ちいいしね。うわー、ちょっと面白いわ。このウーがね、やっぱちょっと奥にあるというか、すごくあのマットなんですよね、ウギちゃんはね。最高。このミニちゃんもやばい。このレイディーって言った後の語尾の音聞いて、マジやばいから。レイディーレイディー、やめてくれよ。ね、やばくない、マジで。ね、大丈夫そう、みんな生きてる？ね、起きて、みんな起きて、マジで。やばいんだけど。やばい、もう言葉が出ないんだけど。Only this。ここら辺のちょっと高い音も面白いね、これ。これ誰？これミヨン姉さん？
この動き。これなんかティザーでさ、何回も見ちゃったんだよね。ねえ、やばい。一回入れてこうだからね。入れてこう。大好き。大好きすぎる。で、ここが結構意味的にもいかついんですよね。これは恐れずに進もうと。勝ちをつかみに来たのよって言ってんだって。やばくないね、超かっこいいですけど、やばくない？ついていきますっていう。ね、ここのさ、で、ソヨン姉さん、ちょっとさ、何この、もうこんなんさ、もう、ビヨンセぐらいしか聞いひんのよ。うん。急に関西弁通した感じですけど、もうビヨンセぐらいしか聞いひんのよ。このマライア・キャリーとかね。うん。すごくない？ちょっとさ、でもなんか、本番に見せてるよね。でもっとスラッとしたイメージあるんですけど、これ多分ちょっとそういうさ、なんか体型みたいなの変えてない？もしかして変えてるように見える。もっとだってさ、もっとスラッとした方たちですよね。そこにでもさ、なんかちゃんと意図ありそうですよね。うん、なんか意味があってやってそう。もうここでもうブワンブワン言ってる感じね。もうあとはもうみんな踊り来るだけですから。これかっこいい。このやっぱね、前をまっすぐ見てさ歩くの超かっこいいよね。これシュワちゃんか。うわかっけえ。 Everybody say めっちゃよくないこれ。え、シュワちゃんやばいよね。いや、なんかここで、またこう、なんか幼女アイドル感っていうか、ここでみんなで合唱していくみたいな、みんなで歌っていくっていう、これだよね、やっぱ幼女アイドルはね。めっちゃかっこいいじゃん。待って、ダンサー何人の本気で。やばいよ、この規模感は、さすがに。もう、激強。激強。もうお金かかりまくりだし、ほんで。うん。スーパーマン、スーパーマンって言ってるんだけど違うよね、多分意味はね。誰が見てもそうね、スーパーマンより強い。やばすぎ。ちょっとごめんなさい。うわ、カロリー高え。カロリー高えわ。すごいわ。うん、もうちょっともう、うん、カロリー高すぎてちょっともう、うん、はい、という感じ。もういっぱいいっぱいです私。はい、ということで、これ多分さ、このまあサソリだったり、まあちょっと爬虫類系が出てくるのかな、ヘビとかね。うん、ちょっと雲っぽかったりとか、あとまあアリス、そして100匹ワンちゃんのあの悪役のね、はい、あの感じとか、結構こう、ここら辺は多分あれなんだろう、意味あるんだろうな。でもなんかスーパーウーマンっぽいね、確かに。スーパーウォーマン。うん。なんか、そんな感じする。ここら辺とかで。でもこれ、この像もさ、多分意味あるでしょ、はあ、そういう芸術系のね、ここのあれとかね、ここのあれとか。うん。全然言葉になってないけど。なんか、歴史的なその絵画とかさ、その世界観だったりとか、きっとしそうですよね。うん。いろいろちょっと、そのあたりの考察とかも、皆さんが、ね、出してくれてるものを見つつ、ちょっと改めてね、MV 見てみたいなと思います。はい、ということで、公式のリンクですね、下の概要欄の方に貼っておきますので、ぜひまだの方、投資で見たい方はそちらから飛んでみていただけたらなというふうに思います。はい、じゃあ今日はね、こんな感じで動画終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。